ヤッホーブルイングの社長してます伊手です。我々の会社はですね、軽井沢を拠点にクラフトビールを専門に作るクラフトビールメーカーなんです。とても自由な社風でして、ファイルメーカーさんと iPad、 これは社員から提案があって、これを使っていろんなサービスができるので取り組みましょうと、そういうようなことで今回扱い始めました。我々の業界では昔からの問題でビールの樽の管理の問題がありました。間違って他のビールのメーカーに返却されたりとか、何らかの理由で紛失したりとか、そういったことで樽がどんどん不足していくと、そういう状態が起きていました。以前は Excel でやっていたんですけれども、現場では水を使うことも多くありますので、PC を持ち込めないということもありまして、事務所に戻ってから手入力をすると、そういった中で記入漏れなども多く発生していました。月間で約20個くらいの樽を紛失していたと思われます。それが今 iPad とファイルメーカーを導入して、樽の紛失は1個あるかどうかというくらいにまで減らすことができました。樽の管理をされたいと言ってご相談いただいたときに、iPad とファイルメーカーの組み合わせが非常に良いんではないかということでお勧めいたしました。こちらのシステムは受注のデータをファイルメーカーの方に取り込みまして、出荷をするときにバーコードを出力して貼り付けを行います。数日後、そのバーコードがついた樽が返ってきますので、iPad の方でスキャナーで読み取りを行うと。こちらを行うことで、樽のステータスの管理及び閲覧が行えるようになっています。操作性がシンプルであるということで、高齢の方も皆さん作業するときにすぐにそのやり方を覚えて、実際に作業移ることができています。お客様とやり取りを一番する部署なんですね。体ル返却していただけましたでしょうかと、実際にお客様が返してるよってなった時には大変失礼なことを申し上げていることになりますので、確実にデータを蓄積して、一連の流れがですね、非常に目に見えるようになってきたので、全体像の把握として大変効率的に分かりやすくていいなと思っています。他にもデータの一括削除の機能やチェック漏れを防止するための確認ボタンの追加なども迅速に対応いただきました。導入後のカスタマイズのご依頼ですとか、そういったものに対して迅速に対応ができると、あと開発期間も非常に短く行うことができるということが最大の利点かと思っています。ファイルメーカーというのは記録が残るので、後で見返すことができると。で、後で見返していると、いろんなアイデア、これこういうふうにしたらいいなという提案が続々と出てきていて、みんな喜んでますね。ファイルメーカーの活用で新たな展望を開けてきて本当に感謝しています。今後新しいビールの工場や出荷場の追加もあると思うんですけれども、そういうのにも簡単に対応できるんですよね。はい、もちろんです。それがファイルメーカーの良さだと思います。このシステムは今他のビールメーカーからも多く問い合わせをいただいています。ですので、今後もこのシステムを広めていくためにご協力いただければ嬉しいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。